はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー3ピクセルリマスター、今回は企画編ということで、ボスごとに、各キャラクター1回ずつしかジョブを使えない縛りをやっていきたいと思います。まあ、そのボスと戦った時のジョブはもう封印して、もう二度と使えないというような感じで進めていきます。で、ジョブの数が22種類ありまして、まあ、普通にやってた時はね、使ってないジョブとかもあったんで、まあ、いろんなジョブを見ていきましょうということでやっていきます。で、ジョブが22種類に対して、一応対象となるボスは最初のランドタートル、ジン、オオネズミ、メデューサ、グツコ、サラマンダー、ハイン、クラーケン、ゴールドル、ガルーダ、ヘカトンケイル、ドーガウネ、これセットで、ザンデ、闇の世界に行ってケルベロス、ツインヘッドドラゴン、エキドナ、アーリマン、暗闇の雲で、プラスしてオーディン、リヴァイア、バハムート、召喚獣ですね。この3体を入れると21種類になるんで、まあ、ちょっと1個余りますけども、ちょうどいい感じになります。で、エウレカの封印の武器とかを守っているボスを入れちゃうとジョブの数を越しちゃうので、今回はこの21種類のボスを対象に進めていきたいと思います。なので基本はボス戦メインかな、ボス戦メインでサクサク進めていきます。それではやっていきましょう。というわけで最初のボス、ランドタートルで、ここで全員玉ねぎ剣士なんで、これ以降は玉ねぎ剣士は使えませんという感じです。まあ、ここでやること全然ミスるな。レベルは2に上げてる。攻撃するしかないからね。南極の風はもったいないんで使えません。まあ、ピンチになったらポーション使うくらいですかね。ここは遠くに語ることもない。で、レベルは上がるかな、経験値持ってんだよね。3。さて、ここで戦士、モンク、白魔導士、黒魔導士、赤魔導士が追加されて 1,2,3,4,5 種類ですね。で、ちなみに次の火のクリスタルを取るまでに、ジン、オオネズミ、メデューサ、グツコ、サラマンダーが控えてるんで、ボスの種類としては5種類なので、このジョブで火のクリスタルまで全部やりくりしなきゃいけない。1回ずつしか使えないんでということです。まあ、とりあえずワイトスレイヤーは取っておきましょう。で、別にボス戦にジョブの縛りがあるだけで、普通は適当に進みやすいジョブを使ってやっていきます。強い92とかクリティカルかで、ワイトスレイヤーゲット。では人戦、人に関しては1が赤魔導士、2が赤魔導士、3がモンクで、4が戦士でやっていきます。赤魔導士はちょっと序盤に使い切っておきたいっていうのがあるんですけども、今後大ネズミ戦でやっぱり魔法キャラを入れないといけないんで、まあ、あんまりその赤魔導士使い切っちゃうと今度なんだっけ、後半がきつくなっちゃうんで、とりあえずこんな感じでいいかなって。人に関してはもうそもそも南極の風を使うんで、まあ、あんまりジョブは関係ないかなという感じです。いけ、170、156で後ろに下げてます。あまりもうダメージは気にしない。さて、そこから南極の風を1個取っておくか、今後のためにで、戦う。あとはチビチビ与えていこう。ギュパイヤとかでね、文句はね、後ろでもなんか強い。普通にこいつ武器がない。そう、ちょっと思ったのが、きちんと武器と防具買い足しておかないと、いざボス戦になった時に装備できるものがないっていうね、そういう現象に陥りそうなんで。しまった、意外にあれだな。粘るな。ジン倒した。これにて陣終了。
ネプト神殿は、黒魔同士、白魔同士、赤魔同士、赤魔同士でやっていきます。一応赤魔同士もレベル3の魔法が1回使えるんで、まあ、これで1ターン目は押し切る感じかな。で白魔同士は攻撃エアロで回復薬という感じで進んでいきます。あとは道中だよね。これをレベル1の魔法でなんとかやりきっていかないといけないんだけど、宝箱は回収したい。ギリパッド3体とファイヤーでしょ。で白魔同士は燃える杖でミスリルロットがね地で1上がるんで、っていうか赤魔同士って8回しか使えないんだ。ターンで殲滅は、いや全然できるわ。っていうか普通に黒魔同士強え。やっぱり黒魔同士火力が高いよね。で角がいい、角がいい。戦士の火力が今後ちょっと低くなってくるからな、装備の関係。燃える杖はちょっと弱い。結構食らうな。ブリザード弱、赤魔同士弱え。いや結局黒魔同士ファイヤー使っちゃうのか。強い。あと熟練度も上げられるところは上げておこう。みんないつジョブチルするか分かんないからね。サーペントソード1本目、これ1本しか手に入んないんだっけ。でこのまま地下3階に来てもうボスだよね。だ戦闘はなんとかなりそうだな。倒せん1人、116とか。そろそろ回復しとくか。レベル1はやっぱ14回使えるからね、1回ずつ回復させて大丈夫でしょう。贅沢に、潤沢に。で大丈夫か、まだセブショ。さて大ネズミ戦これでいきます。1ターン目がショー、ファイラでエアロも使って、でブリザラサンダラ、これでどこまでいける。赤魔同士がどこまで火力出るか。99とかなんか弱い気がするんだけど。エアロで、エアロもうあと1回しか使えないからね。129でブリザード44、2ターン目押し切ろう。ファイラ206、やっぱり強い。でもサンダーが使えるかな。でサンダーが使える。でサンダーちょっと個数足んないんで、4番目はもうレベル1のままで。141、いいね。やっぱり黒魔同士だな、火力高いのは。サンダラこいつ死にそう。92か、生きてる。でブリザードで54、なんかサンダーも大して変わんねえな。でケアルラは1回か、まあいいや使おう。長期戦にはならないはずなんだけど、ここまでくればファイラミス、よっしゃー超ラッキー。魔法ミスとか、よし倒した、 OK。 まあまあまあね、打形を1ターン目で駆使すれば火力は出せるんで、まあ、黒魔導士入れてればなんとかなります。応援の塔メデューサ戦で、ジョブは文句戦士、白魔導士、黒魔導士。っていうか火のクリスタル手に入れるまではあともうこれで回していくと思う。順番が入れ替わるだけで、メデューサ行きましょう。あ上2人沈黙してるけど戦士系だから大丈夫っしょ。戦う戦う、最初はまあエアロ唱えるか。でなんか弱点あったっけ。サンダラでいこう。90とか、あんま強くねえな。ファイラ80、まだ押せるか。146、やっぱり魔法だな、強い。でもう1回エアロ唱えちゃう。2はもうエアロしか唱えるもんないんで、てか3回使えねえし。ファイラ燃やす、ヘビを燃えろ、サンダラ。そろそろ回復に入るか。ケアルラって何回使えたっけ。で2回か。テレポ残しときてケアルでいこう。であとサンダラ、まあ、レベル2にサンダーがあるのもまあいいよね。
マジックパワーの無駄にはならないから。にらみそして効かすんだっけ。大丈夫。やっぱりアタッカーの火力が弱えな。にらみは石化されても経験値が入るからね。そこで倒したとしてもこれで全員回復したか。じゃあ燃えるって少しでもダメージを稼ぐ。そう、魔導士系は耐性高いからね。魔法にすげえ攻撃を使ってくるわけじゃなさそうだから楽勝だな。ここら辺とかもう覚えてないからね、どういう敵だったか。よしよしよし、全然余裕で。最終戦のサラマンダーは戦士、文句、黒魔導士、白魔導士っていう順番でいきます。だから熟練度が低いんだよね、回すと。ではグッズ交戦ですね。メンツっていうかジョブは一緒です。白魔導士、黒魔導士、戦士、文句、まあ、あとこれの繰り返しといっても、こいつ倒したら次サラマンダーなんで、サラマンダーは戦士、文句、黒白でいきます。でこいつなんか弱点あったっけ、忘れてしまった。とりあえずエアロだな。でブリザガを買ってきてあるんで、ブリザガ1回使おう。で攻撃攻撃、ファイラー116、まあ、後押しで116か。そう、ちょっとね、戦士がね、熟練度が低いからかな、弱い気がするんだよね。いいね、ブリザガ、火力は申し分ない。で、ケアルディア。で、こっからはまあブリザラ、戦う。ファイラー。2発で落ちることはとりあえずない。3と4狙われたら結構危ないかもしれないけど。戦士がやっぱり弱いんだよね、全然火力が出ない。黒魔導士落とされたらかなりきついからな。ここやっぱり魔法だね、序盤魔法が強い。いや後の方も魔法強いけど。で一回エアロ。で羅刑がもうこれで終わりか。ファイラー3番でいくつ ?244! かなりきつい。ラグレ99。今回はエアロも投入124で、ケアルラだな、ここは。で、ここからサンダー。もう数ターンで蹴りがつくと思うけど。どうだ、サンダー134。2回狙われたらもう死ぬよね、戦士系は。まだ3段は3回使えるから136。だいぶ乱数がよくわからん。383か。でここはケアルでいいでしょう。ケアルダはそんなに使えるわけじゃないからね。あ、俺そういえばなんだっけ、アイスメール装備してるからか、ファイラすげえ食らったの。さっき何だった、サンダラ食らった、なんか分かんないけど弱点だったのかもしれない。まあグッズコはこんなもん。次のサラマンダーマジで短期決戦でいかないといけないからな。熟練度5644とかだ、そんなに大したことはない。では火のクリスタル直前ですね、サラマンダー戦になります。でここは戦士、文句、黒魔導士、白魔導士ということで、これで、風のクリスタル全てのジョブを使い切ったんで、まあ、ちょうど火のクリスタルを手に入れることができますと。でサラマンダーはマジで短期決戦を挑まないといけないん で戦士はフリーズブレード、ここで手に入れたアイテムを持ってます。まあ、アイテムっていうか剣ね。で多分フレームソードは効かないと思うんで、サーペントソードにしてますよ、左は。てか、サーペントソードって雷だったんだ。こいつ素手でしょ。で、ブリザガは2回使います。で、エアロを使うか、コール杖を使うかっていったら、ちょっとコール杖で様子を見よう。3ヒット、133。微妙だよな。
148で炎、これがマジで食らうから160144ブリトカいけ、これで900マジで強い。これはもう一回ブリトカでケアルラで全員いけ、クロマ同士ブリトカ303。なんで全然ダメージが違うんだけど、どういうことですか。あちゃ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 、死ぬなよ。いや260とか死んだわ、乱数が半端ねえな。ただここはマジで火力のクロマ術師、クロマ同士ケアルラはもうとにかく取らないとおこう。痛い、86 OK、 サービス回だったな。613、さっきのブリザが300何だったんだ。374、戦士も強いぞ。でこれだいぶ持ち直したな。フェニックスの俺さ、蘇らしてもさ多分すぐ死ぬからね、2つしかないし。だったらゴールズ5ヒット223いけ、ブリザード124炎188食らってんじゃねえかよ。これで倒してくれ、まだ生きてるか。使い切るぞこれブリザラを。でケアルラ絶対必勝400、よし倒した。やっぱ強い、サラマンダーは普通に強い。これガチメンバーだからね、まあ、ただ倒すだけだったら正直クロマ同士2人入れてブリザラで押し切ればいいんだけど、そういう編成にはちょっと今回できなかったんで。まあ安定を取った編成ですね。ちょっとね、まあ、大して後のこと考えてるわけじゃないんだけど、ある程度後のことも考えないといけないんで。さてこれで炎のクリスタル、カリウドナイト、シーフ、学者か。で炎のクリスタルで残すボスはハインとクラーケンだけなんで、クラーケン倒せば水が手に入るんで、そこでもう大体ジョブチェンジできるようになるんだよね。だから2人をどうするか。学者はだって少なくともハインで入れなきゃいけないでしょ。ナイトもちょっと1人は後に取っておきたいよね。まあ、少し考えてから次行きましょう。さあハイン戦、火のクリスタルを手に入れて、ちょっとねそうきついのが白魔同士と黒魔同士をもう使い切ってしまったところですね。火力役としてちょっと学者に今回まあハインは頼ることになるのと、回復もアイテム効果2倍でなんとかやっていくしかないかな。全体回復がないっていうのがかなり痛い。で、まあ、アタッカーは今回まあ普通に学者になると思うんで、学者を2人入れてます。でカリウドとシーフはまあなんとなく。では範囲戦いきましょう。魔導士範囲、もううちには魔導士はいない。次魔人と同士が手に入るのが最後の方だからね。で最初どうすんのこれ、攻撃しとく、とりあえず盗むとかなんか意味あんのかな。まあいいや。でまあ調べる、ちょっと2回調べとこう。バリアチェンジが先に来るか調べるが先に来るかちょっと分かんないんで。サンダラ、あれバリアチェンジは弱点は特にない、まあ、最初はそんなもんか。じゃあ、一回乱れ打って、待って、減っちゃってるからポーションって回復量50だよね。まあいいや、やろう。で調べるでやっとこう。でファイラー、ちょっと待って、4番186、やべえ、弱点は特にない。行動パターンとか本来だったら完全に研究してくるべきだったんだけど、全然そういうのは研究してないです。32とかやべえな。ちょっとハイポーション使おう、ハイポーション売ってるからね。調べる。でバリアチェンジきたか、弱点変化。次攻めよう、炎っていうか炎さ1個しかなくね、俺思ったんだけど、そんないっぱい持ってないよ。で炎でしょ、それは知ってる。一応変えとくかと思ったら炎だ。戦うでアイテムの知識でゼウスの怒りとさ、南極の風はそこそこあるんだけどさ、ファイラー1個しかないよ。使おう。で、やることねえな、マジで。
戦おう。じゃあ待って、氷の方持ってんだよねこいつ。いや調べとこう、無駄だけど。プリザラ176食らうな。51さあ、炎の弓とか関係なくね。1310、もうむしろ早くバリアチェンジしてくれって感じなんだけど。でここアイテムの知識、ポーションも回復できるでしょ。2つ使おう。ちょっと次バリアチェンジするの、まあ、あと、あ、しまった、1人調べといてよかったかもしれない。次調べよう。いや90速やばい。100で、うん、乱れ打って自分で隠しよう。死んだら死んだでしょうがない。で調べる、調べる、調べるが先か。でこれでまあ持ち直しは持ち直したな。でバリアチェンジ、よし OKOKOK。 調べるを2人やっておいた甲斐があった。次し攻められるからね。雷、これは2人行こう。1を変えとこう、なんとなく。あ、間違えた間違えた。あれをやってしまった。なんだっけ、同じやつ。これどうする、次なんか使ってきそうだよね。もう一回調べちゃう、やり直しだもんこれは。最悪だ。早い、調べるが。4とかね。いや調べるが早いよ。でもう一回か。じゃあ112でポーズの中って滑るんだよね、感度が良すぎて。で調べる、調べる。でバリアチェンジ OK。 で弱点変化、炎以外でやってくれ。データ炎、最悪だ、長期戦になりそうだな。これだってさ、アイテムどっかで売ってたりしないからね、乱れるとやることがない。とにかく殴ろう。2ヒット3、しょぼすぎる。6ヒット6、1ヒット1か。2回攻撃してくるね多分。もう乱れ打ちの50とかですか。コツコツ与えるしかない。でハイポーション5個しかないけど、変えるから、もうすでに変えるから。殴り意味ないだったら防御した方がいいか。攻撃された時にダメージを減らせられるから。もう範囲がすげえやだ本当に。320、死人は出したくないっちゃ出したくないんだよな。でここで調べる、調べる。でなんだかんだでさ、乱れ打ちは結構ダメージ与えてるよね。少しは稼いでる。で調べる、で霊気2ついこう。もうなんか間違いないように攻撃しとこう、それが一番確実で。2つ使って問題ない。ここで決めたいよね。だから一言いくつあるのか知んないけどさ、そういうの調べてないから全然。いけ南極の風、1000は超えてほしい。いけ、なんでだ。マジダメージランスが半端ない。972、よーし OK。 ちょっと時間はかかったけど無事撃破。回復をどうするかだよね。銀融詩人が入れば銀融詩人が回復できるんで、ちょっとそれまで我慢だな。次クラーケン戦、ゼウスの怒りを使ってこう。学者入れよう1人。水のクリスタル、クラーケン戦、学者を入れて狩人、シーフ狩人ということで、なんかボス戦だけだとさ、ジョブのいいところが見せらんないよね。なんかこの狩人とかシーフとかちょっと使いづらい。あの火力が高いわけじゃないんで、なんかね、使えるときに先に使っておこうっていうような印象になっちゃう。だからナイトは残してあるんだよね。ナイトはまだ誰もボスで使ってないんで、まあ、後半でね火力を出すためにナイトを取ってあります。学者のクラーケンはあのゼウスの怒りで多分なんとかなると思うんで、それで攻めていこうと思います。では学者アイテムの知識、ゼウスの怒り7個か、結構あんな。これもみんなゼウスの怒り使おう初手は。で、あ、待って待って待って、普通は雷の矢だから乱れ打っておこう。
でゼウス、でゼウス、ブリザラおいくつ ?135 いけそうだな。1500強すぎる。254。雷の矢とかさ、なんか大したあれじゃないよね。てかゼウスの怒り全然違うんだけど、なぜ。まあいいや、乱れ打って、で攻撃のハイポーション使おう。236。なんか特攻って感じはしないよな。出たレイル、オッケー。178。これ学者死んだら終わるかな。いやでもどうだろう、あと3個あるか。で乱れっていうか普通に攻撃はどうなの。でハイポーション98とか弱え。ダメだ、ゼウスの怒り1425。まだ死なないか。ブリザッカやばい、これは316。まあ生きてはいる。でももう一発くらいで決まりそうだよね。乱れ打ちにしよう。盗むとか多分意味ねえからな。自分で回復しよう。死んだら死んだでしょうがねえや。294。あ、倒した。ゼウスの怒り1個無駄にせず済んだ。弱点ある敵に対しての学者は強い。倍っていうのがいいよね。さてここで風水師、竜騎士、バイキング、空手家、魔剣士、幻術師、金融詩人が使えるようになりました。こっからだね。やっぱ後半になればなるほどこれはジョブの選択がかなり重要になってくるから楽しみではある。というわけで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。